あちゃん。ハムちゃんさ、うん、いないときマジでずっと爆睡しとって線の近くに行ってアピール。あの完全にゴジラ。ハムちゃん顔ちょっと映っちゃった。カットだ先のとこ。かわいい。ちょっと。あの。ハム？ハム？あれ？俺の方に来たの今。ハムちゃん。違うねやっぱね。夏休みが終わったらハムちゃん寂しがるね。ねハムちゃん。ついでと言ってはなんですがって感じで来た。ついでにパパに。なんかテンション上がってるからまあお前でもいいかみたいなそんなところを感じますね。大人の事情ねハムちゃん。多分パパね一番ハムちゃんに好かれてないから。そうだね。ハムちゃんは娘が一番好きで好きママだから、うん、パパ一番どうでもいいと思って。臭いの？足の匂い嗅いとるけど。ハムちゃん言っちゃうよ娘が浮気しとると。ピコン。臭いの？めっちゃ足の匂い嗅ぐ。昨日薬塗ったじゃんね足に。ああそっか。多分なんか白紅みたいな香りしとる今。ああなるほど。ねハムちゃん。ハムちゃんよく見るとこういう時だけさ歯入ってんだよね。興奮すると、うん、はっ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 て感じでなんかゴロッ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 っていうね。ちょっと見よう。まだゴロゴロ言ってんのハムちゃん。ちょっと言ってるね。言っちゃったよハムちゃん。
いいの、ハムちゃん。向こう行っちゃったよ。パパでよければ撫でますけど。ハム？ハム？なんでわしの顔見る？ハム？意外とハムちゃんパパにも気使っとんの？パパでもいいの？絆が生まれたの今パパとの絆が。たまにはパパでも我慢してやるぜよってハムちゃん。あ本命が来た瞬間にやだわこの人、裏切ったわ、秒速で裏切ったの今。あ中に入りたいのか。ああクローゼット開けると思ったんだ。やめて開けるのはまあさすがに開けないけど、なんか映ったら困るでしょ、いろんな意味で。中にクローゼットに入りたいハムちゃん。ハム？尻尾がクローゼットに。開けないよ。あのさ、ハムちゃんさ背向けてんじゃねは、急に覚醒したらどうしたのハムちゃん、かわいい、やめたすか。ハムつけてないよ。しうん、まさかのクローゼット待ちだったのかこいつ。あ、かわいい、いい感じのとこから撮れんかな今の顔。もしかして何、甘い撮ったのもあるけど開けてほしかったの。うん、多分そうだと思うよ、さっきの開けてって眠のゴクッとうんゴーって言われた誰か知らん。帰ってきた。